午後4時半を過ぎた札幌市手稲区です。すでに辺りは暗くなっています。こうした環境で開かれたのが、夕暮れの時間帯に車のドライバーから歩行者がどのように見えるか実験をする交通安全の講習会です。実験では車のライトを消した状態で7色のカラーコーンを服の色に見立てて並べます。一番左は白ですが、2本目何色か分かりますか？はい、2本目はですね、茶色です。皆さん、秋口よく着られるコート、茶色ですとか黒って多いと思うんですけども、茶色なんて何色か最初分かんないですよね。そこでハイビームで車のライトを点灯させると、今車のライトがつきました。こうして初めて茶色があることなどが分かります。さらに暗い色の同じ服を着た人でも見え方に違いが。腕や靴のかかと部分の小さな反射材が目立ち、人がいることが分かりやすくなります。さらに実験では、対向から車が来ているという想定です。下半身は分かりますが、光の加減から上半身はほとんど確認することができません。対向車との光の間に人が立つと、その姿が見えにくくなる蒸発現象も再現されました。7色は5色しか分からなかったですね。周りの確認、あとまあスピードを待さないということは、大体まあ常にまあここは分けてはいるんですけども、見えないことが多かった。反射材あれはやっぱりいいもんかなと。人々の活動時間帯がこのように見えづらい時間帯になりますので、歩行者被害の事故の発生が非常に多くなる時期になります。運転する方も歩行者の方も互いに存在をアピールするのとですね、思いやりのある交通安全に努めていただきたいと思います。日没の時間が早まる中、歩行者と車それぞれが危険を回避するための意識を高めることが重要です。